どうも、レウンゲーム TV です。今回は、2位で冒険できる RPG、ミートピアを使った新企画。登場人物を全員、動物の森の村人で統一すると、どんなゲームになるのか検証してみました。物語は、何者かにミーたちの顔が奪われ、モンスターに変えられるところから始まります。主人公登場。原作同様、何を考えているのかわからない表情をしている。Bの魂がモンスターに。最初の町を発見。ここで最初の配役決め。ということで、ここの配役も全員村人に設定していきます。というわけで、このメンバーで決定。町なのに全員が村人。序盤から早速矛盾している。本当に全員村人になってる。なんだこの不気味な村。やんちゃな子供村人に。心配性お母さん村人。ラブラブカップル村人と村人。なんだこれ。蝶々にも話しかけてみます。ここで村に異変が。ここで魔王の配役決め。もちろんこいつも村人に設定。なんだこの奇妙な化け物。魔王村人に、村人や村人、さらには村人の顔まで奪われてしまった。カオスすぎる。
さっきのカップルが。かわいそう。こっちの親子も。花宝のお守りをもらった村人は、村人お母さんの願いを引き受け、魔王村人に奪われた村人たちの顔を取り戻す旅に。また出てきた。なんか奇妙な生物が誕生した。さっきのお守り。まさかの、はみ出てきた。というわけで、村人の職業選び。悩んだ結果、ファンタジーっぽい魔法使いにしてみた。魔法使いの能力を手に入れて、いよいよ初バトル。ということで、再び町へ。戻った。村人のおかげで、魔王村人に奪われた村人の顔が戻った。そして、再び神との会話。拒否権なかった。
こうして魔王村人を倒すための村人の冒険が始まった。